皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太です。今日はね、セネカのこちらの岩波書店の文庫本生の短さについてに書かれてある3作品のうちの最後の作品、幸福な生について、こちらのね、まとめをさせていただきます。まあ、幸福な生について、幸福に生きるための心構えとか方法論について、まあこういろいろな項目をこう箇条書きのような感じでこう書かれてあると、こうつながりというよりはこう表のことをどんどん書いてあるっていう感じですので、それを私なりにこうまとめました。はい。で、もしまあそれでも要約するとすれば、言いたいこととすれば多数派が幸福の道というわけではありませんよということです。これは昔って2000年前ね、2000年前と今でも変わらないのかなという感じがしました。そして徳を高めることこそが唯一の善であり、幸福のための最も重要な、まあ、ことであるということですね。まあ、徳っていうのはどういうものかという、ね、定義はこの本ですなされていなかったのですが、まあ、ちょっとこれもアバウトな言い方かもしれませんが、高い精神性、ね、高い精神性でいましょうということなんじゃないかなというふうに私としては思いました。高い精神性とかと道徳心とかね、いうところじゃないかなというふうに思いました。はい。ではもうちょっと具体的に見ていきます。まず最初にも言いましたが、多数派が幸福の道ではないということですね。これ2000年前もそうだったのかなというふうにちょっと私考えさせられましたが、まず皆が行く方向を追い続ける真似はするべきではないとね。最も往来の激しい道こそ、あ、道こと最も道こそですね、道こそ最も人を欺く道と、ね、結構はっきり言ってますよね。で、多数が是とされる合理性はないと。これもう今まさしく我々そうですよね。だから我々もどうしてもね、まあ、同調圧力ということが今ありますけれども、どうしても人間って思考力とかあるいは心が不安になった時って多数派に流れるような性質を持ってるんですよ、人間って。でもセネカが言ってるのは、多数派が幸福の道はないと。で、最も往来が激しい道こそ最も人を欺く道になって、もうここまですごい書き方をしてるわけです。だからもし今後の人生で迷ったらどっちに行ったらいいか分かんなかったら、もう少数派の方に行った方が、まあ、幸福な道である可能性が高いっていうことですね。もう2000年前からそうなんですから。これね、ここまで、はっきり、セネカはね、言っています。でもまあ、皆さんどう思うかは、ちょっと、この後ね、判断して、今後の人生にね、役立てていただきたいと思います。はい。そして、幸福な生き方、心構えとして、セネカが挙げていることを求めます。幸福な生徒は、自らの自然に合致した生であり、そのために精神が健全であり、その健全さを永続的に保持し続ける精神であることと。自らの自然に合致した性というふうに書かれてあります。自らの性に合致した性ね。だから、まあ、自分の心に正直に生きるということじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、皆さんね、こう今どれだけね、自分の人生、自分の心に正直にこう生きているでしょうかね。そして次に、勇敢で情熱的な精神であることと、さらに忍耐強く、時々の状況に適応し、己の肉体に気を配りながらも過度に神経質にならないこと、うん、だからこの過度に神経質にならないっていうのをこう今の我々考えさせられますよね。気を配るのは当然なんですけど、過度に神経質にならないと、ね、いうこのバランスが大切かなというふうに思います。何事にもひるまず、何事にも揺るぎなく、精神が平穏であること。だから心が穏やかであるというのがやっぱりこう大切ですね。まあ、私としては今年2022年に入って毎日ね、座禅をこうするようになりましたけども、やはりこう心の穏やかさというのは、とにかくどういう場面、人と接する時もそうだし、例えば私の場合ギターに取り組む時も、運動する時も、ね、どういう時も心の穏やかさというのはすごく大切かなというふうに思います。はい。最も心よい性ではなく、最も良い性を追い求めようと、ね、これもすごく考えさせられますよね。欲望のまま生きるだけではダメですよということです。で、我々の力では避けられないことに動揺しないことと、ね、
これ今の我々に例えて言うと、正直な話ね、今の政治ですよ、政治ね。まあ皆人によってご意見ってあるでしょうけれども、今の政治は私は、あ、まあ言葉を選ばずに言うとね、どうなのかなと、愚策かなと思えるような政策って私はあるように思うんですね。うん、ちょっと今の政治とかね、あるいは世の中の動き方というのが、うん、どうなのかなと。だから私はウイルスが怖いかといったら、ウイルスじゃなくてその政治ですね。うん、政治がまあその暴走するというところが怖いなというふうに思うんですよ。ただじゃあ私一人の力でその政治を変えられるかというと、変えられるわけはないわけですよ。ね、数十人とか数百人がデモしても変わらないと思います。でそういう意味で言うと、まあ、ほとんど、人災、天災ではなくて人災だと思うんですけども、まあ、我々の力は避けられないことだと思います。で仮に、ね、そういうことが今後さらに来たとしても、それに動揺することなく、もう来るなら来いと、それで、その中で、自分はあのちゃんと幸せに生きるんだという固い決心を持って、どういう世の中になっても幸せに生きていくんだという固い意志を持つことが大切なのかなと。でもあのこれはあくまで個人的な意見ですけど、今の日本は諸外国に比べまだマシな方だと思います。まだ割と自由にこう発言、ね、できるし、自由に行動できるし、まだ恵まれてるんじゃないかなと。そういう意味で言うと、この今日本に生きているという、ね、我々は感謝すべきではないかなというふうに思っております。はい、そして具体的な行動です。一度決めた信条はあくまで守り抜き、一旦下した決断は翻してはいけないと、ね、うん、だから絶対やるぞと、やり遂げるぞという強い、ね、意志を持つということですね。で徳を尊ぶ、ね、その精神的な、あ、高い精神性といったらいいですかね、そういったものを尊ぶということです。快楽はごくわずかあれば十分である、過度の快楽は害をもたらす。あの快楽がなくていいって言ってるわけじゃないです、まあ、ごくわずかあれば十分であるとね、でありすぎはいけませんよということです。程度問題ですね。でここまで聞くとすごくね、セネカはもう聖人のような、もうほとんど神に近いような生活してるのかといったら、それを進めてるわけでもないし、現実そうではないということです。最善の人間ではなく、悪人よりはマシな人間でやればよいと。だから目指すのは非常に高いものを目指すけども、現実そうなってなくても別にいいんだよと。だから目指すということが大切、その上を向いて生きていくというその姿勢が大切だということを言っています、ね、で日々自分の過ちを反省し、自分の欠点から何かを取り除くことができれば十分である。かなりこう現実的なことを言ってますよね。本当にその通りだなというふうに思います。はい、で最後ちょっと別の話、あ、最後じゃないですね、このページの最後、賢者にとって貧しいよりは裕福な方が精神を開発するための資源が大きいということで、お金がなくていいということを言ってますよね、あるに越したことはないよということを言ってるので、まあ、一般的に言う金持ちを否定してるわけではない。ただお金に使われる人間ではいけませんと、お金を使う人間になりなさいということをセネカは言っています。はい、そして、困ってる人に対してですね、どんなに困っていようとある種の人々に与えてはいけない。これなかなかこう学校では言えないんじゃないですかね、うん、でも現実的にはそうだと言ってます。与えてもまた困るようになるからであると。だからよく例えて言うのは、食べ物に困っている人に魚を与えるのではなくて、魚の取り方を教えなさいということを言いますよね。まあ、だからただ単に与えるだけではいけませんよということを言ってます。はい、でこれ、ね、会社勤めの人がちょっと思い当たる節ありませんかね。他人の荒探しをしている暇などないと、ね、だからもう自分を、ね、高めることで、もう時間というのはもういっぱいですよということです。で、外見の見栄えがするものではなく、純粋で安定し、見えない部分ほど美しさが増す良きものを追求しようと、ね、まあ、私としてはさっき言ったこう精神性の高さとか心の穏やかさといったことで、まあ、最近でとしては私としては具体的に言うと座禅を、ね、するようにして、その、心の、ね、充実とかを1日、ね、10分でもこう感じるようにしています。だからその見栄えというよりは中身ですね、中のをもっと良くしていこうっていう方向性というのはね、時代とか国とか宗教を超えて共通するものなのかなと
いう感じがしました。まあいろいろこうちょっと、話題としてはこう多方面にわたってはいますけれども、一つ一つとしてはこう、参考になる部分があったのではないでしょうか。まあ、セネカはね、この他にも本書いていますので、私も今後ね、機会があれば、また他の本も読んでいきたいなというふうに思います。まあ、皆様の参考になれば幸いに思います。それでは、さようなら。